代じゃなかったら、あなたはもっと自由だったかもしれないね。その優しさも、その愛らしさも、今持っているそれだけで生きてゆける。僕はそう思う。校舎の隙間をくぐり抜けて、いつもの場所までの近道を、みんなの先頭を走っている、あなたの、あなたの愛こそ全てさ、生きるってことだろう。分かっちゃいるけど分かんないんだよ。あなたが大人になった今でも、あの頃のように走っていてね。愛こそ全てさ、あなたが言わなきゃ、誰が僕らの前を走ってくれるの。愛こそ全てさ。僕もそう思う。時代じゃなかったらと、時々そんな風に考えてしまうよ。生きるためにしてきたことで失うものもたくさんあったでしょう。